親子で始める低山ハイク、ブランコも楽しい。かやさんは展望台も広くて絶景でした。今回は全国的にも有名な福岡屈指の観光地、糸島のですね、絶景低山かやさんをご紹介したいと思います。駐車場の件です。よくあの諸吉公民館の前にですね、車を止めてらっしゃる方いるんですが、最寄りのですね駐車場は糸島交流プラザになりますのでご注意ください。最寄りのですねトイレは、この諸吉公民館のところなんですね。なのでここからちょっとやっぱり時間かかりますので、トイレはここで直前に済ませておいた方がいいと思います。ちなみにですね、今回ちょっとご紹介する加谷山、別名糸島富士っていう形でも呼ばれています。それでは登ってみましょう。登山道の入り口は登山杖もあるのでありがたいですね。はい、加谷山登山口です。糸島のちょっと交流プラザからですね、だいたい20分ぐらいでじゃあたどり着きます。ここから本格的なね山道になります。狩猟期間は11月15日から、3月15日までです。この期間の間は登山道から大きく外れないように注意したいところですね。ちなみに狩猟期間、年によって変わりますので、こちらもご注意ください。登山道入り口にあるですね看板、手作りっぽくて可愛いですね。1年前はちょっと木の根っこだらけでですね、ちょっと歩きにくかったんですが、結構整備されてますね。快適。途中で石切場とですね、あの神社があります。ここまでがですねちょっとあの勾配が高かったりするんで、まあきついんですけど、この後過ぎたら結構楽々ルートになります。ピークの手前がですね少しね広くなってます。ここにですね例のブランコがあるんですよ。休憩されてる方も結構いらっしゃいますね。ここの広場ですね、だいたいここまで40分から50分ですね。ブランコですね、あまりにもちょっと子供たちに人気で順番待ちも出るぐらいです。でも楽しいですね。ブランコがある広場からですね、進むと山頂です。標高365メートル。残念ながらここはですね眺望はありません。山頂の先にですね展望台があります。まあ、あの山頂からだいたいもう5分ぐらいでねたどり着くんですけど、ここが広くてですね絶景のですねピクニックスポット、皆さんはだいたいここを目指していきます。糸島の海が見渡せるので綺麗ですね。ちなみに展望台の方にですね、あの糸島の山で手に入る山頂寄付だというのがありますので、そちらをお土産で持っていかれてもいいかなと思います。親山ルートっていうですね別ルートもあります。こちらはですね、結構岩場とか、鎖場などあったりする結構上級者ルートになりますのでご注意ください。山頂にですね展望台のところですね、まあ、たどり着くまでに約1時間ぐらいやっぱちょっとかかりますんで、不安な方はですねやっぱり携帯トイレ、念のため持って行った方がいいですね。うちは持って行ってます。下山してきました。まあ、山頂でお昼食べて、その時間加味して、子連れで大体3時間半ぐらい、なかなかいいルートじゃないんでしょうか。あんまりですね分岐とかがないので、あの非常に歩きやすいと思います。最初急登なんですけど、あとはねちょっと楽です。あとブランコあるんでね、結構楽しんで親子登山楽しまれてください。はい、福岡のですね有名な観光スポット糸島のですね、絶景低山加谷山のご紹介動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。